ファハドビン・アブドゥルアジーズ・アルサウードは、第五代サウジアラビア国王。ワッハーブ・ハイマームとしては、ファハド一世。長男は、ファイサルビン・ファハド。初代国王、アブドゥルアジーズが、数多くの妻の中で、最も長愛した発サの息子である。1923年に、リアドで生まれたとされるが、正確な生年月日は不明である。第二次世界大戦後の1953年に、 サウジアラビアの文章、1962年に内相を務めた。1964年に即位したファイサル国王の右腕として、1967年に新設された第二副首相に就任した。第四次中東戦争をきっかけに第一次石油危機が起きた1973年12月に、日本から中東特使としてサウジアラビアに派遣された。 ミキ・タケオを迎え入れて、ファイサル国王と共に会談し、日本を友好国扱いにして、対日石油供給制限を解除した。1974年、アメリカ合衆国のリチャード・ニクソン大統領や、ヘンリー・キッシンジャー国務長官と会談して、原油をドル建て決済で安定的に供給するサウジアラビアに米国は安全保障を提供する協定を、 ファイサル国王と共に交わして、オイルダラーを確立した。1975年に、ファイサル国王が暗殺された後は、王大使、第一副首相となり、病弱なハーリード国王を補佐して、内政、外交両面で政治手腕を発揮した。アメリカ合衆国大統領、ジミー・カーターと、1979年米大統領、ドナルド・レーガンとドナルド・トランプと、 1985年1982年6月12日にハーリド国王死去に伴いサウジアラビア王国第五大国王に即位した。1980年代はソビエト連邦に対抗してアフガニスタンのムジャーヒディーンからニカラグアのコントラまで支援するなど基本的に新米路線で西側寄りだったが、1987年にはイラン・イラク戦争で サウジアラビアから巨額の財政支援を受けていたサッターム、フセイン政権下のイラクによって、アメリカ海軍のミサイルフリゲートのスタークが攻撃を受けた際は米軍への基地提供を拒み、中華人民共和国から中距離弾道ミサイルの DF-3 を導入して、アメリカの懸念を招いたこともあった。1991年の湾岸戦争では、 中国からの弾道ミサイルの購入に貢献したハリドビン・スルタンを多国籍軍のアラブ連合軍司令官に抜擢し多国籍軍に参加したエジプトのホスニーム・バーラクやシリアのハーフェズ・アサドと親密な間柄を築いたこの際にアルカイダの司令官だったウサーマ・ビン・ラーディンとの会談で聖地を有するサウジアラビアの国内にアメリカ軍を駐留させない代わりに ムジャーヒディンによって、イラク軍からサウジアラビアを防衛する計画を提案されるも拒否したため、アルカアイダは反米化して、後にアメリカ同時手発テロ事件を起こすことになる。1995年に脳卒中で倒れるなど健康不安が続いていたために、療養を続け、2005年8月1日にリアド市内の病院で放御した。王位は、弟のアブドゥラビン・アブドゥルアジーズ王大,大使が、 継承。母、ハッサが生んだファハドを含む7人の男兄弟たちは、サウード家の最有力派閥として、政府の重要なポストを占め、ハッサが有力部族、スレーリー家出身であることから、スレーリーセブンと称された。ファハドの他に最高級ポストまで上り詰めた人物に、元皇太子、スルターン、元皇太子、ナイフ、第7代国王サルマーンがいる。 スデイリーゼブンとその子や孫たちは、サウード家の中での権力を掌握してきたが、1995年、ファハドが脳卒中で倒れるなど健康を害したことに始まり、スデイリーゼブンも恒例に達し、世代交代も進んできたことにより、新たな派閥が形成されてきている。1986年11月24日、ファハドは、陛下の称号に変えて二世モスクの守護者の称号を、 名乗ると発表し、アブドラー王大使に対し、この新たな称号を、すべての公式文書、資料において使用するよう指示した。二世モスクとは、真っ赤のモスクとマディーナの預言者モスクを指している。これは、世俗的要件性を否定し、伝統的称号を用いることで、国是としてのワッハーブ派に配慮したためである。ありがとうございます。